ジェラルド・ファネンブルグは、オランダ・ユトレヒト出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは、MF、DF。オランダ現地での発音は、ヘラルト・ファネンブルフ。アヤックスの下部組織で育ち1980年に1位、軍デビューを果たすと、すぐに頭角を表しレギュラーの座をつかむと3度のリーグ優勝に貢献した。この活躍によりオランダ代表に選出され、 1982年4月14日のギリシャ戦において代表デビューを果たした。1986から1987シーズンには PSV、アイントホーフェに移籍し、中心選手として活躍を見せ、5度のリーグ優勝に貢献。1987から88シーズンには UEFA チャンピオンズカップ決勝のベンフィカ戦では、先発フル出場。 PK 戦では4人目のキッカーとして PK を成功させ優勝を果たした。同年日本で開催されたインターコンチネンタルカップのナショナル戦に先発出場したが69分に交代。チームは2から2から延長 PK 戦の末に敗れた。ユーロ1988では右ウィングの位置から中盤を組み立て優勝に貢献した。1990年のイタリア W 杯では グループリーグ初戦のエジプト戦で先発出場をしたが、後半開始から途中交代を命じられ、その1試合のみの出場に止まった。1992年10月14日の FIFA ワールドカップ1994予選、ポーランド戦で途中交代で出場を果たしたが、この試合が代表最後の試合となった。1993年には、 日本代表監督であったハンス・オフトから誘われる形で当時 JFL のジュビロ岩田へ入団、広い視野、高いテクニックと左足の正確なキックを武器にチームに貢献。その後迎える岩田の黄金時代に大きな影響を与えた。1994年度には週刊サッカーマガジンが選出した J リーグ年間ベストイレブンに選出されている。 1994年4月13日のジェフユナイテッド市原戦で J リーグ初ゴールを決めた。加入当初は中盤の司令塔としてプレーしたが、ドゥンガの加入後はリベロとしてプレーした。1996年9月21日、第20節のアビスパ福岡戦で2ゴールを決めて、勝利に貢献するなどの活躍をしていたが、その後は負傷で、 第22節から25節まで欠場10月26日第26節のジェフ市原戦で復帰。七74分から藤田利也との交代で出場するもその試合で負傷し82分に交代を強いられこの試合が岩田でも最後の試合となった J リーグ2さんは86試合14ゴールの成績を残した岩田対談後は 故郷のクラブチーム FC ユトレヒトへ移籍した。その後フランスの AAS、カンヌを経て2000年、ドイツブンデスリーが1860ミュンヘンを最後に現役を引退した。引退後は PSV ユースの監督、かつて在籍した1860ミュンヘンの監督を務めた。その後再び PSV の育成部門に復帰したが2006年3月、現在フリー。 2005年12月には、オランダサッカー協会の指導者ライセンスを取得している。ありがとうございます。